待て、どうした,どどうしたんですかおいなんか歌声が聞こえねえかう歌本当だ長谷川ここから確認するぞでけえ声出すなよ聞こえるはあ さっきのやつだななんなんすかあいつ奇妙な踊りしてますよあ頭やばいんじゃないですかね川賀さんどうします行ってみますかバカ野郎あれはどう見ても普通じゃねえぞこのままいったん様子見だ でですよね多少のアングルを諦めるもっと離れた場所からカメラを狙うぞり了解っすえあっえうわあ <laughs> どうすればいいのどうすればいいの 長谷川、逃げるぞ。あ、あ、何やってる。早く走れ。嘘だろ。これ、あ、俺が動かすわけじゃないのか。放ってきやがった。嘘。うわわわわわわわ。え、何今の。待って、待って、待って、今誰かいなかった。待ってよ。気持ち悪い。 どうやってんの体あれもう早く戻ろうもう早く戻ろう帰ろう車まで戻ろう帰りましょううお嘘でしょあお前先に出たんか長谷川置いていくな加賀さんおお俺に構うな先に行けででもいいから車まで走れすぐに追いつくもたもたするな 最悪だぜ来てるの来てるのかな戻っていいのかな大丈夫？登れるよし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 よく逃げよ,う早く逃げようおよ車よし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 いいぞ長谷川え バッキャロ誰が一人で逃げろっつった 2> 第二章ジャシいやふざけんなよ長谷川あ、はあ、これからどうすっか ここから山のふもとまで歩くにしても何キロあるんだよ日が暮れちまうぞあの時のあいつの目あれは何だったんだ一個しかなかったね目しかも額に一つ目それ以外に鼻や口は一切なかった何より やつの目を見た瞬間いやもう思い出したくねえとにかくこれからどうすっかえー最悪だな携帯ないのねえ財布とスマホがねえあの時落としてまったのか畜生。これじゃ山の下りても助けを呼べねえぞ えー、戻るしかないってことやだなー仕方ねえ。れちょっくら戻って回収だあの鳥居あたりかな行ってみるかあでもセーブはしとかしてひとしてお願いお願いオッケーなに<何>このあたりで転んだよな

これやってますわ。マジかよ。いやいや、マジかよ。どうやって帰るんだよ。嘘だろう。その後すぐ動ける加賀さんのメンタル。つよし。さすが加賀強しといったところか。やかましいわ。えー、どうしよう。これ、こっちとか行けないのあ、行けるね。行けるけど、今関係なさそうだな。とりあえず、さっき辿った道をちゃんと戻ろう。あっちも後々行くんだろうな。行きたくねえな。 ああったあったあったた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 こんなところに落ちてやがったかよかったよかった左右もそうだが携帯には大事なデータが入ってるからなんいつの間にかメールが届いてるなまずとりあえず長谷川に引き返してもらおうぜおいお前何をこそこそ嗅ぎ回ってやがるあ高木さんげ、高木からじゃないか 素人がむやみに首つくむな特にお前の場合もう遅いってばよにんにん確か地図では村の裏側も公園、えー、公道とつながってたはずだよなこのまままっすぐ進めば案外すんなり出られるんじゃねえかいや絶対そんなことないと思うよ生物医者しますよ えー、とりあえずじゃあ入るべきなの行きたくねえけどな趣味の悪い石だぜ誰が何の目的で作ったんだろうなあこれ石に掘ったんだドクロさっきのとこだね何もいないわこっちはあ行けなくなってるバリケードのつもりか。ったく面倒だぜええー、どうすればいいんだろうあーくそ 封鎖されてやがる。誰だよ、こんなバリケード作ったやつは。いけないのか。しゃあねえ。なんか道具でも探してくるか。あれか。ん釘抜きを入手する。釘抜きね。オッケー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 。よし、じゃあ他にもいろいろ探索していこう。オッケー、成分もしたんで続きやっていきましょう。えー、で、どうすればいいんだっけそうか。とりあえずまずは釘抜きを探しに行かなきゃいけないんだね。こっちとかはいけないか。じゃあとりあえず戻って。うわ落ちた うわ、いきなり出た待って待ってどうすればいいのこれ。どうすればいいのこっち行けばいいどうすればいいどうすればいいあいつがジャ史なのか、例の。待ってこれ、入っていいのしないに、あっ危ねえ危ねえすげえ無駄もしないで、無駄もしないでお願いあ、消えた あいつが邪志なのかなね。邪志さん。一斉のそばだ。え、とりあえず、じゃあ、せっかく来たからここ調べるか。ダメだ、こりゃ。こんな重いもん持っていけねえぜ。あいはしご、使えそうなんだけどね。ツルハ橋みたいなのもあるし。家族写真か。ここに住んでたやつのもんか。住んでたのかな、人が。何か入ってる。お釣り竿釣り竿見つけた。ええー、釣り竿か。 とても読める状況ではないうんこれだけか釣りざ手に入れたね何だったんだあいつマジでセーブしようとりあえずあのジャ師からは逃げなきゃねアイテムそれチェックしてみるか先端にフックが引っかかっているフックかなんか釣り上げたりできんのかな畑畑でもないなただ荒れてるだけだ戻ろうさっき来る途中にね道があったよね下とか あこの池とかなんか釣れないかなこれ池じゃねえか。<laughs> 池ではねえな。こっちはんあっなんか光ってる。なんかの工具か。沈んでやがる。ほう。きたきた。これだ。ユずズ。工具。釘抜きだといいな。お引き寄せた。きた釘抜き見つけた。早速側で手に入れた。うわあ、来たなに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 ,なに リターカラス飛んだよ。こっち行けないか。じゃ、戻ろう。えー、どうしよう。いきなりバリケードの奥行ってもいいけどね。いや、広いな。こっちとかも行けんのかな。あ、行けるじゃん。せっかくだからいろいろ探索してから戻ろうか。こっち。なんだこれ。でけえ。この辺はでも特になんもないか。ただの森だね。キノコとかいっぱい生えてる。すごーい。 これこそ畑だね。カボチャとかある。でかっカボチャを見つけた。えカボチャ見つけた。打ち付けられた釘を抜くことができそうだ。ほう。こっちは硬くて丈夫なカボチャだ。体重を乗せせも形が崩れない。ほう。釘抜きはわかるけど、カボチャなんだろう。体重と関係してるってことは、なんか上に乗ったりするのかねあ、これはこれワンってなっちゃった。 なにこれほこらだねえ入ってみるちょっと待ってほこらるのはまずくないバチ当たりじゃない大丈夫いいかなでも入ってみるかせっかくだから小さな鍵穴があるおっかかこんなおきゃ使い道なんてねえよダメか鍵ねじゃ鍵を探してこなきゃいけないんだね覚えとこうこの場所覚おえとこう 多分鳥居の横だよね。そうだね。オッケーオッケー。じゃあこっち行こう。さあじゃあバリケードを外して奥に進んでみようか。カボチャはちょっとよくわかんないけど。ユズ。取れるかねこういう細かい作業って嫌だよな。おっ、取れたあ、でもいけないあ、いけるわ。すげえ、くぐり抜けた。え、すごーい。めっちゃ細かい。すごいな。じゃあ上行ってみよう。 うわなんか、やばそうな看板があるな。これより先、日本国憲法は通用せず。なんで違い方権。やめてよ、そういう怖いこと言うの。ええー。行くか。どうしよう、俺今、かぼちゃしか持ってねえぞ。広いね。これが、例の村か。怖気ゲかツけルキ通れない。 皿が割れてるね。皿か。武器としてはなしだな。なしか。雲の巣。重さじゃ何も入ってない。開かない。ダメだね。結構いっぱいお家があるね。お広い。うわ汚え洗濯機だぜ。これ洗濯機か。わからんな。ぱっと見わからんわ。人が住んでた後はやっぱりあるんだね。おライター見つけた。やった。 この手のホラーフリーゲームホラーフリーゲームフリーホラーゲームではもう、ほぼ皆勤賞と言っていいぐらいのライターだよな。やっぱり明るくしたいからね。俺はこの世を明るくしたい。こっち行けないのかなダメか。よし、じゃあ次行ってみよう。ライターなんか使えるかなちょ、じゃあこっち行ってみよう。おこれは入れんじゃない入れるね。あ、光ってる。ここからでは届かない。え、行けなくない あれを取るための足場が必要だな。あ、まさかまさかカボカボおおすげえ本当にかぼちゃだった何か落ちている。西の鍵を見つけた。西の鍵なんだそれは。あ、また乗れた。あ、回収できないんだ。じゃあカボチャさんとはここでお別れだね。ありがとう。お、ここ隠れられるんじゃねえかあ、覚えとこう。 じゃあいつかこの事件すべてが終わったら回収してジャックオーランタンにしてハロウィンに飾えることを約束しよう君にジャックオーランタン券を確約してあげよう君にはよし鍵見つけたねちょっとチェックで見てみるかえっ、ー、とチェック西と書かれた小さな鍵そんだけかダメだな暗闇の先を進むことができるあ暗くていけないとこどっかあったっけ確かちょっと後々使おう あれかあそこの洞窟か後で戻ろう。うわ。これはクワだね。相手が人間だったら使えるが、怪異相手じゃ役に立たれ。そうだね。穴が開いてる。あ、待って、な、何した何した何した覗いた待って、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 待って。えやばい、戻れない。えあまさかあ嘘だろ待っ,待,っ待,っ待,っ待って、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 待って危ねえ さっき見つけましたよここよーしジャ志の野郎いや足出てるよ加賀さん足出てる大丈夫かよし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 ,よし,よしいや絶対なんかあると思ったむやむやたらにあれだ決定ボタン連打しちゃダメだわやっぱり人間をダメにするわそういう行為は もう名もないかなぞくのやめておこうほんとにその通りだわここもう行けなくなったよね崩れて入れないが一人分入るスペースあるなおでも入らないんだ、まあ、一応やめておこうさっきのやついたしなこっち戻ってきたね上とつながった感じかよしじゃあ今度またこっち行ってみよういやあいつどっから出てくるかわかんないのほんと怖いなおどかし要素そういうのほんとに怖い意外と四角になってる これ、隠れポイントかな割れたビルビンが落ちてる。最近のもののようだ。あらあれかなこの辺にヤンキーとかが来てんのかなやっぱり。あ、猫さんえ、猫屋敷になってるかわいいこんにちは。全く反応してくれない。<laughs> 見るも無残に。うわうそうわ出た逃がして逃がして逃がして よいしょいどうするんだいこれはどうするんだいどうするのがいいんだいこっち行ってみるなんかあったっけ隠れられそうなとこあったっけなかったら終わりあったぎゃぎゃぎあぶれよしよしよし、ちょうどいい空箱があったあいつなんか腰に巻いてるよねあのプール教室の,あの終わった後みたいなやつ巻いてるよね え待ってまさか間に合わなかった危ねえヒヤヒヤさせんじゃないぜよーしオッケーオッケーオッケーさあここが探索したもんねいやいや振り回されてばっかりだな戻ろううんここは何もなさそうだね戻ろうよしじゃあ奥進んでいいのかな もう他に調べられるとこなさそうだしさっきの洞窟も言っとくべきなんだろうけどこっちは車輪が壊れてるなハンドリフトで動かしてんのかこれは藁だね大量の YouTube のコメント欄のようなまるで封鎖されてるここもバリケードかこいつをどかさないとな後ろに倒すこともできねえから何かで引っ張るのもってたなほうロープを入手 OK 無動産に置かれている ロープで引っ張らなきゃいけないのか。ロープね、あるかな。これは亀裂が入ってる。壊せば中に入れそうだ。壊すものか。これ燃やしたりできないのユーズ。ダメか。じゃあ、ひとまず放流かな。よし、じゃあライターであの暗いとこを照らしに行ってみるか。あったあった、ここだ。今あんまり気は進まないけどね。ライター使いましょう。あと、西の鍵もそういえば使ってないな。 やだーめっちゃ嫌だめっちゃ嫌だなんか光ってるから行くよ祠だ東の鍵を見つけたなんじゃこりゃ存在自体が怖えぞこんなもんえー、これで終わり東の鍵見つけたねもう何もないよね帰っていいよねあこれなんだあ関係ないわ戻るよじゃあ よーし、セーブさせて、セーブさせてください。金っぽいね、この鍵は。どうすればいいんだ見てみよう。あ、チェックできない。ダメか。特に説明はないな。えー、どうしよう。これ何に使えるんだろうあれかな祠らかなここの、こっちの祠ら。入って。これあれじゃないここで。 東にあるから、これ東の鍵かな。使えない。じゃ、西、間違えた、間違えた、間違えた、危ない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 。間違えて、ゲーム終わらせとこだったわ、今。あ、使えた、西の鍵。西の鍵を使った。こちら側の鍵は開いてる。もう片方を開ける必要がありそうだ。あ。両サイドあったんだ。オッケー、オッケー、オッケー、オッケ,オッケこれで、開くのかな。開いた。何か入ってる。御神刀を見つけた。 えこれめちゃめちゃ頼もしいんじゃないか刀だよ。やっと武器手に入った。木材を叩き切ることができ,できそうだ。そんなことに使うな、ご神透。武器に使ってくれ。頼むから。えー、じゃああそこの木材切るだけこれ。嫌だー。めっちゃ嫌だな、その使い方。絶対それやったら壊れるでしょ、これ。もっと取っとかしてくれよ。おむしろだろ お前そんなピンポンの最初のシーンみたいな飛び出し方すんのお前。I can fly! ほんとやめて。もうほんとやめて。え、ここ隠れれんのあ、そういうことやっぱり見えてるけど。いや、いけるんだ。意外と節穴だな。やっぱ一個しかねえからかな、目が。逆に節穴だな。うん。やれやれ、みたいな。 そんなキャラじゃないだろ、お前。よし、これであの奥の木材叩き切れるぞ。これだね。確かによく見たらもう、叩き切ってくださいと言わんばかりの亀裂が入っているわ。使う。思いっきり振りかぶって。おいいねおーすごい細かっやったぜ。おあ、ロープあった見つけたーやったー ちょっと怖いからセーブしてこう。で、他にもちょっといろいろ調べたいところあるな。これ何なんだこれタイヤの宣伝かな虫が浮いている。綺麗な水ではなさそうだ。え、やっとセブン補給できると思ったのに。ダメか。これはハンドリフトか。使う用途がないな。これは虫だ。でかすぎるもんな。中身は空っぽ。肥料が積んである。こんなもんか。よし、じゃあロープで奥行けるね。やっとだぜ。やっとこの嫌なところから抜け出せる。 使いましょうてかライターはまだ持ってるんだねのちのちまた使えそうだねおセ生物衣装うおさせてもらいますありがとう今俺しないまま行きそうだったわよしええー、ロープもさらばか,なんかふんどし空いてみてえだな行こう何やねいお考えする広々としてんね あ行動だよかったーそうか、外界と遮断するためにバリケードがあったのか。ようやく見えてきたか。これで帰れるぜ。いや、助かったね。あ<っ>あ歌が聞こえる。あっまた踊ってる あの野郎、まだ探してやがる。へ安心しろよ。もう二度と来ねえからよ。スクープよりも命が大事だぜ。ったくよ。今度から加賀様の頭につけるタイプのカメラ持ってきた方がいいわ。そしたらもう追われてる姿をいくらでも撮れるぜ。あえ何えなんで なんでいつの間に寝てたいやそれよりもやべえこいつここまで追ってきやがった早く起きねえと起きてくそ眠すぎてう動けな。 死んじまう嘘でしょ加賀さん死んでたまるかもう無理だいや死んでたまるか何あ連打これ連打だ待って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 ようおうわ伝わりづれとりあえずずっと連打してる今伝わりづらいよーこの何かロトの紋章みたいなやつよりも先に,にいかなきいけなんだよし起き上がったうぅ うわっがっ目が目が目が来てる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 おええなに銃高木さぁお高木 いやお前シティハンターか、おめは。ようかが、こんなところで何やってんだお前が今だけ栽培量に見えるよ。うおー、高木かっこいいタイミングでタバコ吸うじゃねえかお前、おめうるせえな、この野郎。どうやら、怪我なさそうだな。んなわけねえだろ。死にかけたわ。 全部喋ってもらうぞ。ここで何が起こったのかそしてあの化け物は何なのかはあはあマジで助かったぜさすがの加賀さんもヒヤヒヤしたっぽいな。いやーこっちもヒヤヒヤしたわ。いや本当によかったな危なかったいや安心するー あの目だ俺も長谷川もあの目にやられたうまく言えないがあの目を見ると得体の知れない不安と恐怖感が襲ってくるんだそんで息が苦しくなってあのざまさ大体の話は理解したそれよりお前やっぱ怪異の動向に気づいていたか だから前にも言っただろうが素人が首突っ込むんじゃねえその程度で済んだのは奇跡だなうっ助けられた手前言い返せねえお前の助手長谷川だっけあいつ泣きながら特務課に駆けつけてきたそうだぜ何中川から通達があってよ 3階さんでの、えー、会の目撃情報があったから様子を見てほしいと頼まれたご存知の通り今回の異変を受けて特務がパトロール強化中でな運よく近くに俺がいたってわけだ助かったーそうだったのか話を戻すかお前が遭遇した会実は心当たりがあるほう知ってんのか 他のやつよりはだいいぶ詳しいぜだったら教えてくれよ一体何だありゃ邪史邪史世界の広範囲に分布する民間伝承の一つ法<う>悪意を持って相手をにらみつけることによって対象となった被害者に呪いをかけることができる。 イビルワイジャガン、マガンとも言われているジャガンの力を舐めるなよなるほど、額に一つ目か。俺は仕事から海外に行くことが多くてな。数年前、北欧のあとある町に滞在していた。おい似合うね、ダンディーで渋いね。セピア色が似合う男だな、こいつ。 12月の中頃だったかね。ある日、現地で知り合った男が面白いものを見せてくれると言った。何面白いものこの界隈の面白いものって大体たい面白いものじゃないくて怖いものだからな。俺はそのまま人気のない路地裏に連れて行かれた。大丈夫それこいつはやべえ。怪しい匂いがプンプンしやがる。 狭い路地を抜けるとと薄い汚れれたた小ささな家と案内されたいや怪しいねよくないものを隠すところにはぴったりだね最初はストリップの類かと思ったぜうわすげえ中に入って俺は驚いた外見は見すぼらしいが家の中はまるで違うカモフラージュか壺。 貴の属の類、香水の香り、ひそもみてきょう、えー、高級品だとわかるものばかりだった。そして俺は奥の小部屋に通された。あってか、この改造の高木さん、グラさんしてなくねしてねえ。そこには見た目60代ぐらいの男がいた。ただ、異様だったのは。 夜で家の中なのに不自然なでかいサングラスをかけていた。待てよ。現地の男によれば、そいつこそ邪師の持ち主だという。ほう人や物に最悪を起こす神秘的な目。マフィアたちの構想にも利用され、金さえ積まれれば殺しもやるという。 俺はからかい半分で説明を聞いていたこの男も同性インチキペテン師の類であろうとすると男がある提案をしてきた君がどうも信じていない様子だから少しだけ力を体験させようとほう願ってもない申し出で俺はこれを開拓した今からあなたを縛り上げる 誤解しないでもらいたいのはそれだけ私の力が強いからだ。私はほんの一瞬だけ私の目であなたを見つめる。あなたの目を見つめる。やることはただそれだけだ。俺は目に細工でもしているのかと思った。もしくは香りに原爆剤を仕込んでいるのかもしれない。忠告を無視して男に近づいた。そしてそいつは 静かにサングラスを外した本当になさっきのお前みたいになったんだ死にたくなるんだよなんてことない普通の瞳なのになとにかくこの世のすべてが嫌になる。 何かの暗示とか催眠とかそういうレベルの話じゃねえあの化け物が本物の邪魔者なのかあんなふうに育てられた人間なのかそれは俺には分からねえただあれ逃げるだけじゃダメな死ぬ気で立ち向かえ じゃゃなきゃ自分が死ぬことになる悪かったよはでもよ正直お前のこと見直してんだぜ何でお前自分を犠牲にして助手を化け物から逃がしたんだろやるじゃねえかあ <laughs> だろ <laughs> ちょっと手違いがあったけどまあそういうことっちゃそういうことだよね もっと見習っていいんだぜお、セーブできるよっしゃ区切りもいいんで一旦今回はここで終わりにしましょうということで皆さんここまでご視聴ありがとうございました面白かったら登録コメント評価とお願いしますいやーすごかったねいやあれは怖い名言はされてないけどあいつが本当に邪志なのかどうかっていうの気になるところだよねその海外の男が持っていた邪志と あのやべえ一つ目のジャシは一体どれぐらいの差があるのかなでも人間が持ってる邪シでそれぐらいってことはさ、あのバケモンが持つやつは相当だったんじゃないかないやよく助手が逃げれたね、長谷川くん。ということで一旦今回はこの辺で区切るうと思います。次回パートフォお楽しみに。ということで Twitter のフォローとかもお待ちしてます。ぜひこれからもご視聴お願いいたします。他の動画シリーズでもお会いしましょう。バイバイ。